どうも、ラオチンです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ようやく育成が終わりました。使っていきましょう。このパーティーです。ダイヤニャン、ダイヤニャン、ダイヤニャン。で、下は気にしないでください。ルビーニャン、サファイニャン、サファイニャン。です。ダイヤニャンがね、3体育成が終わりました。レベル99ですね。で、装備が、全員、吸血の牙、装備させてます。はい。まあ、能力値は、こんな感じだけども、スキル、数珠つなぎで、とんでもなくステータスを、ブーストさせていく、そういうパーティーですね。はい。確か、ダイヤニャンは、そんなに、宝石系では、強い方ではなかったんだけども、まあ、これで、どんな感じなのか、実力を見ていきましょう。ということで今日は無限地獄、ノンストップ周回、行ってみましょう。素早さが、バカみたいに高いんで、もうずっとこっちのターンみたいな感じで、攻撃回数が、えぐい。うん。お？お、いいね。いいね、いいね、いいね。あ、でもね、火力はね、そこまでない。うん。Sランクの奴らに比べると、全然だね。でも、この攻撃回数で、全然元が取れる。うん。すっげえ攻撃するよね。で、え性格荒くれなんだけども、全然あれだね。妖術も、まんべんなく使う感じか。で、ダメージとしても別に、妖術で攻撃しても、物理で攻撃しても、そんなに、大差はなさそうだね。まあまあ、物理で攻撃してもらった方が、HP 吸収するから、いいんだけどね。取り付いて、ステータスアップすると、結構ダメージ違うね。ほう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 。半分近くか。あー、でもやっぱり、ちょっと、時間はかかりそうだね、ここは。で、コメントでももらったんだけども、このね、目玉の場所っていうのはわからないっぽいんだよな、違う。倒した時に、ピンが刺さったまんまだったら当たりらしいんだけど、まあそこまで攻撃してしまうとほぼ意味がないんだよね。もう見た目で最初から丸分かりだったらいいんだけども、それはちょっと今のところ無理らしいね。見破るのは OK。 行こう。通常攻撃でよ。通常攻撃で多分ね、宝石ニャンの中でダイヤニャンが一番バランスが取れてるやつじゃないかな。うん。まあバランスが取れて、まあよく言えばどこでもいける。うん。悪く言えば、うん、そうね、中途半端っていう感じかな。もういいんじゃないの、この無限地獄周回においては。まんべんなく妖術も通常攻撃も使ってくれるので、ドンドロ戦とかでは役に立ちそうだね。このまんまいけそうな気がする。はい、このまま押し込みましょう。問題はほんとね、ドンドロだな。ドンドロさえ攻略すればあとは多分楽勝。早い早いな。大体、オオサンショウウオは、普通だったらね、5分ぐらいはかかるんだけど、3分ちょっとで倒してる。これ早いね。はい。ここも余裕でしょう。攻撃速度に物を言わせて、ガシガシ倒していけば。いいね。で、しかも、弱点だから、妖術でも、全然オッケーだね。お、全然や。ああ、
マジか。もういいや。オッケー。こっからはもう押し切れるんじゃない？俺たちの攻撃速度だったら。多分このフラフラ状態でいけるか。いや、取り付け受けたのがちょっと悔しいな。結構サボるじゃん。いけ。おお、いい感じ。取り付いたらやっぱね、ダメージが、あ、危ない。よし。ああ、いけ。あと3発か。いい感じ。最高だね。全然余裕。ここも余裕でしょう。うん、もう雑魚的に目もくれず、そのまんまボスだけを狙っていけるでしょ。最初から釣り上げればちょっとまずいけど。ああ、最初から釣り上げやがった。やっぱり2匹いるとちょっと、いや余裕か、余裕か。でももうすでに攻撃してるから、そのまんま行こう。いやいや、余裕だったわ、よく考えれば。うん、攻撃速度が全然違うんで余裕だ。でダイヤにあれだね、宝石ニアの中でも防御力高いんでダメージ全然食らわないね。うん、それすごくいいよ。防御もステータスブーストされてるんで全然ダメージが入らない。え、これクローに余裕じゃない？余裕ほどもないか。でも結構簡単に倒せそうな気はする。うん、ガードの指摘装備すると、やっぱ最初ね、敵の攻撃を食らう時がきついのよね。でもこいつらは素早さあるから先に攻撃できるんで、ガードできるでしょ。きついんだよね。いくよ。そのままおでこいきまーす。狙う。OK。あと放置。宝石系ってさ、1では術つなぎだけど、え、2からだっけ ?3 からだっけ。ステータス違ったよね。ステータスが、え、取り付きを食らわないやつとかじゃなかったっけ。あー、わかんない。でも数珠つなぎは確か1だけだった気がするんだよな。これがあるからこの宝石系ってすごい強かったんだけど、2-3ではそんな使ってない気がするぞ。多分スキルが変わったんだよね、多分。わかんない、ちょっと調べてみないとわかんない。まあ、とにかく1ではもうほんと最強だな。宝石ニャンやりだしたら多分他のキャラクターがすっごいぬるく感じると思う。うん、だってこの攻撃回数だよ、この攻撃回数だから。うん、やっぱやってて楽だもんな、敵から攻撃されないから。なんか素早さが高い。あーあー、取りたかったー。わあ、まあいいか。うん、まあ妖力とかね、その辺だったら意味ないしいいです。はい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 、ここももうそのまんま放置でいけるでしょ。いや、きついか、取り付けやっぱきついもんね。なのでハートを吸収させるのをちょっとキャンセルできればいいかな。わお、うん、そうだもんね、やっぱ威圧感ないからね、サボっちゃうんだよね。サボるし、おい、いいか、徐々にこうダメージだね。
大丈夫、それぐらいだったら。あ、結構ダメージあるぞ。結構効く。しかも若干時間がかかる。嫌だなこれ。いきなり必殺技打ってきやがった。いや、やりにくいわ。じゃあもう通常攻撃しないと回復しないよ。ギャー、オッケー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 。ちょっと待って、行くぞ。はい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 、ハート吸収しようとして。いや、こいつの徐々にダメージがかなり痛い。しかも時間かかって嫌だな本当。はい、うわー、もう、あー、バカ。はい、どんどんいって、あと一発。あ、まあまあまあいいでしょう。こいつの取り付き結構嫌。うん、吸収する以上にダメージがあったからね。回復若干してないけど大丈夫でしょう。こここそ余裕だよ。多分一発でいけるんじゃない？うん。多分剣を2つ持ち直すまでに倒しきれそうな気はするけど、どうだ？ん？いや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 、ガードとかすんな。取り付けは OK。硬いな。OK。いけるかな。いやいやいや、取り付けか。あんまりしなくていいからね。どうだ、押せ押せでいけるか。うん、いいぞ。氷弱点か。うん、素早さが速いから多分押し切れるんじゃない。草薙使ってる時は確かね、ここね、確実に200以上は一発でダメージ与えてたんで、うん、その分あっちはちょっと早かったかな。ガードしなくていい。あと一発、 OK、 間に合った。いいね、やっぱ素早さが高いって素晴らしい。で、ゲソヒゲどうだ。あいつはもうヒゲとか狙わずにもうそのまま直で攻撃をやっていきます。あ、待って、こいつら雷使ってこない？確か雷攻撃やった気がするな。まあいいや、もう直接でお腹を狙っていきます。いいよいいよ、よし、ずっとお腹でいけるでしょう。うん、ステータスアップの取り付けをした方がなんかずっと攻撃するっぽいね。危ない、来た来た来た。これでしかもほぼこっちのターンぐらいでいけるでしょ。でもこれ全ステアップすごいね。もう元々の術つなぎのステータスアップからさらにステータスアップさせるんで、全然攻撃回数が増える気がする。 OK、 いいよ。全く攻撃させないもんね。あっ、よし、いつもならもう全然敵から取り付き受けてるぐらいなんだけど、もう攻撃ほぼさせないからね。めちゃくちゃいい。いやいや、そんなもう何回もしなくていいって。よし、とりあえず攻撃だ。うわー、やっぱり効く、雷効くな。
これ連発されるとちょっとまずいぞ。オッケーオッケー、そろそろ倒れて、よし。ああ、もう最後の一発ぐらい良かったじゃないですか。よし、オッケー、取り付きされずにいった、すごいね。やっぱこっちの攻撃ばっかだったから超余裕だったね。いいよ、じゃあこのままドンドロ押せ押せでいきましょう。サクッといきましょう。はい、あ、別にターゲットしなくていいか。どっちだ、できれば青色が嬉しいな。うん、吸血つけてるから青が嬉しい。赤だったか。まあまあ仕方ないね。やっぱり物理攻撃多めだよな。そうだよね。回復できないじゃん。あっち攻撃なかなかしないからチェンジが行われないか。これ後ろのサファイアに攻撃任せた方がいいかもしれん。じゃあもう、おお、避けた。うん、一応するか、お祓いするか。もう嫌だなこれ、嫌だな。オッケー、あー、いけー。もうサファイニャンがなんか、違う違う、お前が物理攻撃してどうする。ああ、もう運が悪い。全員ねサファイニアンだったらこの赤目玉の方がいいけど、ダイヤでは勘弁してよ。 HP 回復できない。ああ、これ全部サファイニアンで来ようかと思ったけど、あれだね、回復できないからちょっと、いや違うか、鬼人のバッジ装備させれば素早さがさらに上がるんで、もっと楽になるか。いや、どうなんだろう、分かんないね。ああ、叩くな、早くチェンジして、ドンドロ早く青にチェンジしてくれ。すっごいやりにくい。お、いいよ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 、いい感じに妖術連発してくれた。違う、最後の最後ちょっと遅いよ、遅くなってるよ。はい、おい。これはきつい、これはつらいぞ最後。違う、もう物理攻撃しないで。もう違う言葉ばっかりする。あ、それになったか。はいはい、もうそのまんまいいんじゃない。はい、お、いいよ、 OK。 いや、こうなったところで妖術しかダメージ入らない。せっかくだからここをちょっとお祓いしとくか。違う、もう全然物理攻撃しかしない。嘘でしょ。よし、 OKOKOK。 バカ、もう最後全然ダメだったわ。
最後がダメダメ。はい、ということで今日はダイヤニャン使ってやってみました。ドンドロが、これ運だね。目玉が青で出現してくれないと物理系には辛いところです。逆に妖術系だったら目玉が赤で出現してくれないと辛くなるんで、ああ運次第だね。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。